はい、えー、本日もですね、昨日に引き続きまして、えー、立憲民主党代表の泉健太さんにお越しいただきました。えー、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えとですね、この前はですね、まあ昨日はね、あの東京都知事選のことについてですね、いろいろお伺いしたんですけれども、本日はですね、いよいよですね、伊豆みさんがあ政権をですね、取りに行くというようなですね、えー、ことをですね。 えー、ぜひお話しいただきたいなと思うんですけども、まあ、そういうことを、ねえー、お聞きしていきたいと思うんですけどもまずですね、えー、僕立憲民主党ね、えー、あんまりよく知らなかったんですけども、うん、この提出法案というのはですね、えー、この議員の方々がね、はい、その法案を作って、えー、提出される法案というのは結構多いんですよね。そうでですすすねねね日々作っててまま、ね、僕はこれです、ねえーまあ,あんまりよくく知らなくて、うん 古、えー、賀茂明さんね元計算官僚のですね、まあ、この方の SNS 旧、まあ、ツイッターでね知ってで見てみたらすごいね多いんですよね。うんまあ、例えばねこれ、えっとまあ、スマホなんかでね、あのー、検索してみればすぐ出るんですけども、えー、例えば4日前はですね えー、言語である手話の習得支援や手話文化の継承発展を図る手話言語法案を衆院に提出とかですね、はい、その前は悪質ホストクラブ被害防止法案を衆院に提出、うん、その前が、えー、公的新品種育成促進法案とローカルフード法案を参院に提出とかですね 地道にねこういうい作業をされてるんですね衆議院と参議院には法制局っていうのがあってこれ政府にも内閣法制局がありますけども両院に法制局がありまさに我々本来立法府ですからねまあその意味で我々も常に政権を取った時にこういう政策をこの方向で進めたいということを立法にして国会に提をしていると。 いうことで皆さんにもそれを読んでいただくと我々が目指す社会像だとか方向性っていうのは分かっていただけるとなかなかあの、うん、注目をしていいただきにくいところはあってですね,ですねいや僕も全然知らなくて古、うん、賀さんのね旧、えー、ツイッターで知って見てみたらいやこういう地道なことをやってるんだということでこの法案のね、えー、その目的から。 えー、なんていうかな、まあ、全体の構成からね、うん、その条文の一つ一つまであれ全部自分でで,、ね、で作,作られてるわけですから<の>、うん、年間50本ぐらいは通常国会で言っても出ししているでしょうねそれはあれですかやっぱり泉さんが代表になられてそれでまあそういうふうな。 なんていうか<あ>活発になってきたということですか、ね。そうですねあの。そこはとにかくやっぱりそれぞれ担当政策分野もありますから、うん、あのみんなが、うん、あ立法という形で意思を表明するということも含めて大事なことだと思ってますんで。うん、すごいですね。すねなるほど。はい、なるほどね。これやっぱりね泉さんがね一番最初にねえー、っと2021年に代表にねなったときにですね、えー、政策提案型のね政党を目指すと。と、うん いうようなねことをまあキャッチフレーズというかな、はい、まあそれをね柱として立ててまあそれでね、えー、まあ代表になられたわけなんですけどもまあその一つのね形なんじゃないでしょうかねこれね、うん、あの当然野党の役割っていうのは監視も大事だし、はいはい、批判することもこれはもうすごい大事なことなので、うん、そこを遠慮するつもりはありません、うん、で一方でやはりさっき言ったように我々の考え方を法案にして示すということは、うんうん これはこういう形で実現をすれば実際に進むんですよということをやっぱり示すということですから政権担当能力ということも含めて皆さんには感じていただきたいですね今、党内には次の内閣ネクストキャビネットも作ってますのでまさにそこの各分野が役所とも協力しながらそして衆議院法制局参議院法制局とも協力しながらちゃんと使える法案を作っているというふうに思っていただくと。 いいですね。なるほど。はい、そしてですね、まあ今ね、この今の政治情勢というのはね、えー、とにかくこの自民党の裏金、えー、脱税事件以来ですね。まあその前からね、この岸田内閣ってのはなんていうかな、まあ野良でくらいの感じがあって、うん、まあ人気がないんだけども、うんえー、風邪っていうかな、これがね、立憲民主党の方にね、えー、来てですね、まあ選挙もずっとね。 自民党は連敗連敗、また連敗みたいなね、ことずっと来てますよね。この前はね、金沼市長選ですか、栃木のね、そうですね。ね。勝ちました。山崎勝ちました。茂木さんのね、茂木さんの地元ですからね、栃木は。まあ、そういうようなことで、まあ相当きてるので、やっぱりね。まあふっと考えれば、これ当然だから政権目指すべきだというね、ことを考えるんですけども。総連どうですか。これはもう、目指す。 とという意味ではもうずっと目指し続けてきてきたんですねただ私が代表になった直後っていうのはそれは議席が減っている時ですからその時にすぐ政権交代って言ったら何言ってんだと選挙に負けたばっかりじゃないかっていう声にこれなるわけですよね。だからこそ最初はまず150立てるととにかく150立てて勝負できるような状況を作るんだというふうにやってきた。 2>, で2年ほど経って局面も変わり、うん、今は党の方針としても150を超えて180まで候補者が今確定しましたんで、うん、この前の党大会ではまず200立てるというところまで情報修正をして、うん、かつ自民党と比べて国政第1党に到達するというところまで行き、うんうん、目標としてですね、うん、そして政権交代を主導していくと。 というところままでは来ました、ね、随分やはりこの間、まあ、苦しい時もありましたけど一歩一歩前に進んできたなというふうには実感してます、うんうんまあ、そこのところでね,このね政策提案型ということで、まあ、ずっと、ね、地道に来て、ね、今もこの、ねえー、法案を、ねえー、作っているという地道な作業を、ね、ずっとされているんですけども、まあ、そこのところで政権を取るとなればその集大成である、うん その政権構想ですね、はい。これはどうですか？うん、あの私はですね、はい、ミッション型内閣ということをすでに言葉としては発信してるんですね。うん、でこれはですね、まず現時点で言えば、うん、立憲民主党として単独過半数を取るだけの候補者をまだ揃えきれてませんので、嫌、うんうん、が多いにも今選挙があれば。 連立政権ってことを想定しなきゃいけないで、連立政権を想定する以上は他の政党と一致する政策で政権を運営していくほかもないわけですよねですからまず一つは今野党でほぼ一致している政治改革ここで自民党がやらなかったもの今回反対したもの例えば企業団体献金の廃止などありますからやはり我々政権を取った時にはそこを 連立政権新しい政権の中で政治改革を実現したいというのがまず一つありますね。政治改革じゃあ政権を取った時に政治改革だけでいいのかといえば私はそんなことではなくて国民生活に資することも当然やりたいという気持ちがありますのでそこにおいては今そうですね各野党の中で共通できているのは例えば教育の無償化。 こういう政策であれば他の野党の皆さんも納得をしてそれを一緒にやろうというふうに応じていただけるのではないかというふうな思いでですねこういった共通できるものをいくつ作れるかそして国民生活をどれだけよくできるかというところを次の政権の私はまあ具体的な動きにしていきたいのでそういう意味でミッション型内閣と。 これはですから決して立憲民主党の訴える政策だけで、えー、やれるものでもないし立憲民主党も譲らなければいけないこともあるし他党の政策でもやっぱり丁寧にお話を聞いて、えー、じゃあそれは立憲民主党でもやれるということであれば訴状に載せていくと例えば国民民主党さんが言う、えー、トリガーの凍結解除ですねこれなんかは我々も国民主党さんからもしじゃあ一緒に政権を担うんだったらこれをやってくれと。うん いう話があれば、ですね十分それは応じる可能性はあるんじゃないかというふうに思いますね、うん、そこのところで、そういう話というのは、こちらからさまざまなことを発信をしたり、また発言をしたりしているわけですが、現時点で、他の政党と具体的な連立協議というのをやっているわけではないですね。これはやっぱり、ですねよく国民省の玉木さんなんかも言うんですが、 比例代表並立制という制度だとどうしても選挙が終わる前までは野党も野党でお互いに競い合わなきゃいけないそのためには候補者も立てるし党の名前も出さなきゃいけないので正直言うと他の野党の皆さんからしても選挙前に連立協議っていうのは相当難しいというようなまあ考え方にはなってますねそういう中でも我々とすれば でもうこれ自民党の政権延命させるわけにはいかんでしょうというところでその思いをまず共有してもらって自民党政権の延命に手を貸さないというところの認識があればですねこれはもしかしたら選挙前は具体的な協議が難しくても選挙後に結果が出た時にそういう話し合いができるんじゃないかなというふうに思いますね、うんうんあ。そうなんですかああ、うん それは各党やっぱりまずは自分たちの議席を伸ばしたいっていうところはです、ねうんうん、なるほどね。うん、まあしかしそれ選例えば選挙後にそれをあたふたとやって間に合いますかね、うん、これはですね、うん、むしろ日本の方が珍しいかもしれなくて、うん、ヨーロッパでは連立協議に1か月2か月3か月かかって当たり前なんですよね。 ですからそんなにすぐ答えを出さねばならぬということでも世界で言えばないということですし、うん、あの政権をまあ暫定的にどこが担うかというところは当然あるんですけども連立協議そのものは結構続いていくということもありうるということですね。 これはまあね。そこで話し合い。まあ究極をやってですね。そして、じゃあ年利制限やろうじゃないかと。そういう話に持っていけるようなえ。何て言うかな？条件作りって言うかな。そういうまあ雰囲気づくりっていうか、はい、それはあるんですか？そうですね。それはもう日々というか、うん、あの努力はしていますし、うんうん、あるはありますね。あとは、うん、まあやっぱり選挙が終わって、もし自民党が過半数を割って。うん 新しい政権を作るべきだというそれはもう世論の答えじゃないですかそうするとやっぱりそれぞれの政党もいや私は知りませんよでは済まされない、はい、わけですからねでそこは皆さん心身に対応することになると思いますようん、うん、お互いに向き合って、うんな,るうん、なるほどねそれはわかります、うん、それはわかりますけどもおなんていうかな例えばね例えば立憲民今立憲民主党と維新 というのがああありままますすよねね、うん、維新はです、ねまあまあ、情勢としては自民党にね随分 <laughs> くっついてい、ねうん、今言ってる状態ですけどもこの維新の馬場さんというね代表がいるじゃないですか。で馬場さんは立憲民主党に対して潰さなきゃいかんというね、うん、発言したりしてるわけですよ。うんうん、そういう発言というのはねこれはまあはっきり言ってそういう雰囲気情勢 <laughs> 全然できないじゃないですか。ああ<ー>、うん まあ、ああいう発言っていうのが、まあ、果たしてどこまで本音本気の発言なのかというところはまず一つですね。でもう一つはあの我々立憲民主党もですね、まあ、その意味では他の政党をずっとなんかこう黙って座って立憲民主党が待ち続けてですねあっちの政党どうするんだろうこっちの政党どうするんだろうっていう話を、うんうん ではないいと立憲民主党は立憲民主党として今ある今持っている政策を最大限世の中に訴えて今もす既に人へ未来へまっとうな政治へというスローガンで我々はもうどんどん政策の発信をしていますから、うん、まあ教育の無償化にしてもそうですしあの我々として候補者をとにかく増やしそしてできれば単独過半数を獲得できるだけの候補者を揃えて。 そして独自の政策も訴えて、そこはもう最大限立憲民主党の議席が増えるための努力をするということは、同時に両にらみでこれもやらなきゃいけないことなので、うん、あの他の政党を待つという考え方では、これはむしろ野党としての力を発揮できないと思ってますので、うんうん、自分たちやっぱりやっていくしかないですね。うん、当然小選挙区制なんで えー、これ当然ながら、ね、これ野党はいくつともあるんでですね、はい、まあ自民党は、ね、1つしかないんで、うん、これ単純にあればこれだけの逆風が吹いているにもかかわらずそれまあ勝っていくよねっていう話になるじゃないですか、えー、そこのところはよく言うように,一眼にね野党は一丸にならなければこれはやっぱりね、えー、自民党やっぱり過半,数、ねまあ、過半数はともかくとして非常に多数を取っちゃうんじゃないかと。 そういうね見方が、まあ、常識的にそうありますよねそこのところはどうですかまあうん、我々は比較的それを思っている方ですねただそう思わなければ仕方がないという他の政党がですね他の政党が自民党をやはり政権からあの自民党では政権から下ろさなければダメだということでまとまろうという気持ちになっているかどうか っていうことが問われるし、それは各野党の皆さんの。それこそ覚悟や決断、うん、決意が問われる話でしてですね。で、そこがもしないって言われたら、それはもう仕方がないですよね。うん、まあ、そのところでね、ええ、先、えー、に、ええ、十分ぐらい前にお話になったのは。ね、まあ、それぞれの政党が、やっぱり、うん、まあ、ある意味ね。いい言葉で言ったら、切磋琢磨して、うん、まあ、自分のところ、こう、どん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 上げていって。 それで最後に協力できるんだったらまあ協力やりましょうというね、そういう、なんていうかな、言い方も確かにきれいな言い方ではあるんだけども、結局それだと、ですね野党がいっぱい出てきて、小選挙でね、自民党が勝っちゃうじゃんっていう話になっちゃうじゃないですか。 なんだけど、まとまりたくないって言ってる限りはどうしようもないですよね、こちらは協議しないかと、どうだ、自民党を倒そうじゃないか、ミッション型内閣でどうだというときに、嫌です、嫌ですっていう、もし姿勢であればですよ、それは、あそうですかっていう話にしかならんので、そこはだから我々とすれば、いや、本当に自民党を倒す気あるんですかと、本当に政権を自分たちで担うつもりがあるんですかということを、やっぱり我々は問いたい。 この,この前、それこそ維新の馬場さんと一緒にテレビに出たとき、うん、馬場さんはこういうわけで、す私はそこまで自分らを卑下する必要ないんじゃないかと思うんですが、うん、馬場さんは今、自分たちの維新は経験も不足してるし、政策能力も不足してるから、うん、今、政権にはつけないっていうわけですよ。うん、まあそうですか ですかそれはババさん個人の問題なんい,やい,やいや、いや誰を指して言ってるのかあれなんですけどね、<laughs> いや、でも医師の中にも政策的に非常にこう優秀な人物を見ますから、うん、そんなことをね、その自分たちが準備できるまで国民の皆さん待ってくれっていうのが、うん、まあどうして通じるのかというのは、われわれも思いますよ。い政権を担う覚悟や能力がないって言ってるんだったら、うん、じゃあ、国会議員だったらいいんですかって話になるじゃないですか。 政権は担いないけど、議員ではいますっていうのはちょっとおかしな話で、やっぱり議員たるものを、それはいつ何時自分で政権を担うという覚悟、決意、能力を持たなきゃいかんので、うんうん、そこはむしろやっぱ考え方はやっぱ改めてもらえいたいその通りですよね <laughs>、うん。だからその馬場さんもね、はっきり言って自民党の言っちゃったじゃないですか。自らららももそういうふういいふににおっしゃまますすかかかね確万博あり うんまあ、維新としてはなかなか冷や汗状態なんだろうなと思いますね、うん、もしこれで万博を進められなくなったらどうしようかというところで、うん、自民党さんからも揺さぶりがあるのかもしれませんし、うん、まあいざという時には、うん、ああまだ自民党さんのとも時に協力をしながらという姿勢はある。うんまあ、でもも維新さんんちゃんと 党大会だったんですね確か党大会で自民党を過半数割れに追い込むというふうにまあ彼らも掲げたし、うん、掲げたのであれば単に過半数に追い込んでその後自民党にサポートに回るではやっぱり駄目でうん、うん、いやでもそれありうるんじゃないですか <laughs> だからそこをはっきりやっぱりしてもらかなきゃいかんですね、うん、与党なのか野党なのかまあ与党とか第二自民党とかって言われ方もしますけど結局のところ どっちでどうするつもりなんだと、まあ、いうことはやっぱ問われるでしょうねだそこで今の、ね、最重要法案である、ね、その政治改革の、ねはいえー、政治資金規正法の、ね、改正案あれね全然だめなのにもかかわらずうん、うんね、10年後に公開とかなんとか言っちゃっ,てですよちっ,ったじゃないですか。10年後じゃねそ,そういうところでもうね如実に現れてるんじゃないですかね。うん チャンスがあれば行っちゃうでしょう。ああいう人たちは。いやですからまあ自民党としてもある意味助け舟になってしまっている<ー>ところがあってですね。うん、大臣の椅子チラスかせられれば、うん、もう行っちゃうんじゃないですかね。うん、そういう風しか見えないですよね。まあでももし次の総選挙で自民党が過半数を割るっていうのは自民党の議席が減って今の自民党に過半数を託さないという。 明確なそれは有権者の皆様の意思表示ですからねでその時にはやはり自民党じゃない政権を作る覚悟選択をやっぱり持ってもらいたいですね。うんうん、なるほどねそうですね、うん、覚悟を持ってもらいたいですよね。うんうん、もう一つねお聞きしたいのはねこの連合のねこの吉野智子さんがね、はい、会長のですね ままあいいろろとねね発言されてますよ、ねまあ、今回の都知事選でもね、えー、これはね、まあ、日本共産党とは一緒にできないということで、えー、私としては蓮舫さん応援したくないと。だけどまあ連合東京はね、まあ、どう考えるかそれはまあ任すみたいなねそんな感じでしたけどもこれ吉野さんのこの発言というのはさっきね泉さんがおっしゃったこの野党のね この一緒にやっていくんだという空気を調整する上では、ぶち壊しにするような馬鹿じゃないですか。うんうん、まあ、あの野党のそれぞれの距離感って、都道府県ごとにバラバラでして、で、確かに連合そのもので言うと、ずっと同じ労働組合でも、共産党系の労働組合とある種熾烈な、まあ戦いを何十年にわたって続けてきている。 というのが連合なので、まそこのこの歴史をなかなかまだあのなかったことにはできないんだろうな。というのは感じますね。うん、で、それはまあある種連合さんとして抱えてきた歴史だと思いますから、それを全てあの全くまっさらでっていうことは、彼らもそう。簡単にはなかなかいかんのだろうなと思います。ただまあ我々政治の側からすれば。今都政で戦おうとしているのは？ 蓮舫さんであって、うんうん、立憲民主党もまた離党した蓮舫さんをある種、まあ、自らの意思として立憲民主党はまあみんなで支えましょうと言っている段階ですから、うんうん、蓮舫さんが各政党に推薦依頼を出して各政党が共産党さんも含めて明確に組織としてその意思表示をして応援をするという枠組みには少なくともなっていない中でなので。うんうんうん まあ、蓮舫さんの陣営をそれぞれが応援をするというか、蓮舫さんという人をそれぞれが応援するっていう形だと我々は解釈しているので、まあ、あの、他にどなたが応援するかということを、まあ、どこまで厳しくこう、チェックをしていくかという話じゃないかなと。いろんな人が応援するのはある種当然で、それは共産党の方々も、 自民党支持者も公明党支持者ってもしかしたら蓮舫さんをや,やりたいという人いるかもしれないわけですから一つ一つあの,人あの人は自民党だからだめとかあの人は共産党だからだめというふうにするのは必要はないかなと思いますけどね。うん、ああのあのなんていうかなあの都知事選の、ね、話はともかくとしてこの政権、ね、を作る上でです、ねまあ、この選挙はいつになるか分かりませんけど、うん、まあ9月の先になるの分かり分かりませんけども。 もしそういう状況が生まれたらですね例えばじゃあ詰まるところ党が違うわけですね。ですすから一致るるる政政策策もももああけれど違うということで例えば我々は日米安保維持発展ですから当然ながら日米同盟が基軸という政党ですからそこは共産党さんと相入れないし。 共産党さんが政権の中に立憲民主党の作る政権に入って安全保障や憲法のことであるいは自衛隊の解釈でものを言うっていうことは我々は全く想定してません政権を一緒にするということにはならないって、うん、でそういう中の仕切りで前回の総選挙もやったし、うん、そして共産党とすれば政権立憲民主党政権に入るつもりはないけれどもうん、うん 自民党の政治を変えたいといととうことでありあるいは共産党の言っていることで立憲民主党も言っている例えば企業団体献金の廃止だとかそういうものについては是々非々で協力することもあるただいわゆる核外協力といわれるこれはまあ与党宣言をして共産党さんが与党になるのかっていえばそんな話はないわけですよね。でですからあくまで共産党さんの 考え方判断としても立憲民主党政権に参画するという考え方はないので、うん、まあそこはある意味あのちゃんと仕切りができているかなと思いますけど、ね、なるほど各地域で例えば共産党さんの判断として自民党のお候補者をやっぱり打ち破りたいというところで、うん、まあ自主的に候補者を降ろされるとか、うん、引かれるとかでそういうことっていうのは まあ共産党のの中ではあるのかなと思いますそうするとまあ選挙協力の形で、うん、まあ当然この選挙があればさっき言ったようにこ小選挙区ですから共産党と立憲民主党は、ねまあいつも2人立ってたらこれはまあ負けちゃうんでですね、うん、そこはもう協力してやっていこうという話ですよね、うん、まあ協力というとちょっと語弊があるというとあれなんですけどね。うんあの それぞれの政党の判断に委ねられているところは大きいです、うん、はい、なるほどね。それぞれの政党だ我々も当然いろんな意味で、うん、ここの選挙区には出さないとか、うん、ここはまだ戦えないっていう選挙区も我々もありますし、うん、共産党さんにもそれはあると思います、うん、ここの選挙区は戦えないしこの選挙区では自分たちが出すことが政権交代に向けて支障になるという考え方も持たれている選挙区はあると思うんですね、うんうんうん そういうことはやっぱり彼らがまた判断をしているということですよね,ね。でもなんか聞いてると、うん、お聞きしてるとなんかね、まあ協力という言葉はちょっと使えない。ですかね。ねいやそうおっしゃる、はい、共闘っていうのもそうなんですよ。共闘が、ね、我々とすればそれはまあ少し共産党さんの側の考え方のまあ言葉としてずっとこれまで使われてきているので、我々には我々の仕切り方がある。それはもうごめんなさいけれどもということです。はい。でもなんかなんかね。 えー、ただ聞くと、まあ、共闘も協力も、まあ、お互いの判断で、まあ、一緒にやるというのも、みんな同じような、実態としては同じようないですであの。取られる方はいろいろ取られると思いますね。うん、あのそういうことに厳密に考える方もあるし、うんうん、そういうこと一緒じゃないのっていうふうに思う方もいると思いますよいやなんかね、古いなんか労働組合のね、うん、なんかスローガンをめぐって、なんか、いろいろね、言い合ってるような、<laughs> そんなような気もしますけどね。 言葉はどううでもいいよな気がしますええ誰も言葉をそんな区分けをしなければ別にねあれなんですまあとにかくでも政権を変えるために立憲民主党は立憲民主党として頑張らねばなりませんし私は別な意味で言うと党内の仲間たちにはですよあらかじめ他の政党の票に 頼って戦うようよじゃ申し訳ないけどそもそも,そも小選挙で勝てんのかいという話であって立憲民主党は今大きなまあ風邪を頂い,いているのであればちゃんとその風を受け止められるだけの活動をしてやっぱり自分たちの力で勝てるようにするというのがこれはもう政党としてのもういの一番の話であって他の政党と協力をすることばかりを考えると。 うん。これは自分たちの力も強くなりませんから。うん、なるほどねそうですか、うん。そこはやっぱりちゃんと頑張らなきゃいけないです、ね。なるほどね。なるほどね。まあ、わかります。まあ、そこのところでね、その、例えば、その。野党間の空気を醸成するという意味で。その、の党首、代表同士の人間関係ってのはどうなんですか。まあ、みんな、人間関係は、うん、悪くないんじゃないですか。悪くない。うん、それはあれですか。じゃあ、あ例えば。あの、それは、例えばね、日本共産党の田村さんとか。 お話したりとかそういうことあるありますよ。あそれあります。シーサーもありますし小池さんもシーサーもあります。ああなるほどね。だ国会って皆さんが外から見ているほどバラバラではなくて、議員連盟で一緒になることもあれば、ねあの国対委員長会議では他党の皆さんもみんな集まったりすることもあれば、でまあ普通にみんなやり取りはしてますけどね。 そうですか。えー、なるほどね。うん、そうですか。まあ、そのところでね。僕なんかあ、ね、の,の外から見てるとね。うん、まあまた連合の吉野さんの話になりますけどもね。あ、そこまで排外的な言葉を使っちゃうと、そのまさに、ね、さっき言ったように空気情勢されなくなっちゃいますよね。まあその空気の情勢という考え方もそれぞれお方によって違ってて。うん、それは吉野さんは吉野さんでやっぱり旧民主勢力の、うん。 メンバーが一つになれるように空気を醸成したいわけですようん、うん、ですから空気の醸成っていう時にもいろんな考え方がやっぱあるのでね、うん、さっきのおっしゃるように野党はみんな一緒になるべきだっていう考え方もあるし、うん、でも私たち立憲民主党からしてみればですよ右の野党と左の野党がいて、うん、お互いに結構戦い合ってるわけですよね、うん、<laughs> 一緒にやろうよって,言って、うん、なかなかそう簡単にやれるもんじゃないわけで、うん じゃあ右とだけやるんですかと左とだけやるんですかっていう話になるとこれまたいろんな意味で難しいところがあるのでとにかく今は自民党に任せっきりにしてきたことであんな腐敗も起きたし自民党に任せっきりにしてきたことでこんだけの人口減少を妨げられなかったし地方も衰退してきたわけだからみんなで力を合わせて変えようよと。みんなで力を合わせてて変えるっていう時に さっっき言ったように共産党さんは政権の外から変えるという考え方で来ているし我々は共産党さんは政権の中は構成してないかもしれないけれどもある意味自民党政権を倒すためには共産党さんの判断をしていただいているというところもありますからまあそういう意味でいろんなアライアンスの仕方があると。 うん、いうことで、なかなか一つの言葉では、定義づけはできないなあとは思いますね。なるほどね、そうですか。なるほどね。そうですか。なるね。選挙、どうですか。木田さんはやらないでしょうね。この、なんていうかな。普通、まあ、考えたら、通常国会、と思いますけども。通常国会、このまま終わるんですか。じゃ、うん、われはね、それは総理に決断を迫りますけど、ね。うーん。ね、なんか。 会計延長するとははそういう話はない話か,かりませんねもう一回法案を修正するのかしないのかいや確かに今回政治改革特別委員会はもう審議時間はものすごく少ないので本来自民党がゴールデンウィーク前に法案を出しゴールデンウィーク前から審議してなきゃいけなかったところをまあ彼らは遅らせて遅らせて今に至って審議時間短いわけですよね。だから解決しないいい問題がいっぱいあるので ただから岸田さんとすれば国会開いてる限りは、ね、攻められるっていうふうに思ってるでしょうから、早く閉じたいっていうのもあるでしょうしね。だけど、反対に言ったら、国会開いてるから、自分を PR できるみたいなあの、まあ、感じもあるんじゃないですか。PR できてるのかなああですけどね、うん。これから PR の場を作るとかね、<laughs> あ<ー>北朝鮮行っちゃうとかね。かんねうん、まあ、それは国会が終わってもいけるかもしれませんね。岸田さんは本当ににも4月の28日に 補欠選挙を3つやってさすがに3連敗をすればもう少しまともな政治改革案を出し直しするだろうと国民、うん、の皆さんに反省をしてですねと思ったけど、うん、全くそういうものを出してこなかったので、うん、まあものすごい鈍感力の強い人物ですね <laughs> 何考えてるかわからない、ね、本当にいつ解散するかわかんないですよわかんないですねかだから我々はやっぱりとにかく準備をしていつ解散がされてもまあ 自民党を過半数割に追い込んで政権を作るとということですね、うんうん、ですからまあ本当自民党の中からも本来は自民党の中からもかつての政治改革の時のように声が上がらなきゃいけないし、うん、こんな自民党はおかしいって言って出てくる人間がいてもいいぐらいなわけですよ、うんうん、それもないわけですよなるほど、ね、そこは本当に情けないし次総選挙で例えば自民党が過半数割れ起きた時に、うん じゃあ自民党からそういった意味で動きが出るのかどうか、うん、ここもわれわれとした場注目はしたいですね。なるほどね、うん、ち,ょちょっと待ってくださいね。ちょっとね、こ今ね、この始まったばかりテーブルがないんで、ちょっとね、あのかばん、ここに置いてありますので、ちょっとこれ取らなくちゃいけないんで、ちょっとね、画面から消えますけども、えー、っとね、これ、この本、ご存知ですか、これ、これ、僕が書いた本なんですけど。あ まだ読ませてはいただいてないんですがホームページで見ましたホームページでこれ差し上げますのでぜひ読んでいただきたいなと思うんですよねですからまさに私はよく玉木さんに対しても言うのは小沢先生の年の民合併なんですよあの時って民主党の方が大きくて自由党は小さかったけれどもやはり。 大きな塊を作らなきゃいかんという強い志を持って、小沢先生は合流に至るわけですよね。今。今のやっぱり野党それぞれが、そこの思いに至れるかな。なるほどね。やっぱりね、あの僕、その本を書いたのはね。この民主党の時の、やっぱり政権構想って。 結構ね、がっちりあったんですよ。あったんですよね。まあ、もちろん参加されてるわけで、参加っていうかね、あれですから。でも、それがね、調整不足というか、民主党の中でさえもですね、例えば、戦略、戦略、国家戦略だったじゃないですか。あれについてもね、全然ね、認識がね、違うんですよ。あの、その担当にあった菅直人さんですね。 ええ、もう違うし、鳩山一郎、鳩山さんも違う、一強、うん、さんも違うしね。ね結局財務省からどれだけの予算権限を持ってくるかっていうところが、ずいぶんやっぱり違ってですね。うん、そうそうそう,そう、えー、全然違うんですよ。うん、で、それ、まあ、それがね、非常に象徴的なんだけども。うん 全然ですね、その何て言うかな調整もですねそれは認識のすり合わせも全然なかったんですよね。うんうん、なのでそういうのをがっちり作ったとしても、うんうん、やはりそういうね何て言うかな調整不足認識のす、ね、り合わせ不足で,うで、ねうん、もう全然機能しないということになっちゃうんですよね。で僕今の状況を見てるとあのその認識不足とか調整不足の前に。 まずそのがっちりした構想自体が僕はの目には見えないんですよね今さっきねあのおっしゃったようにですね一つのなんて言うの,あの、まあ、使命を作ってですねうん、うん、それをまあ一つ一つ移行していくそういうね、まあ、政権内閣を目指すんだっていうですね、はい、それもね具体的にじゃ一体何をやるんだっていうねそれを早くやっぱり詰めるべきなんじゃないかなっていう気もするんですよね。 あのこれは今、まあ、立憲民主党の中でまずまずというか立憲民主党としてやっていくしか当面ないところはあります。要は先ほど話をしたように今現在維新さんや国民主党が一緒に連立を組んで本気で自民党を倒すということを選挙前に表明するということに今なってないのでである以上我々が作るしかないわけですね。ががが作るるう意味でではまずこのの政治改革の仕上がりがどどなるかですけど 政治改革でもし結局、まあ、もしというかほぼ確定ですが積み残しが出てくるということであればそれが次の政権のやっぱりミッションになっていきますそして私も今各党の政策を一つ一つ見ながら各党が賛同できることをやはりまず皆さんに提示したいし世の中にも提示したいと思っているので、まあ、その一つが教育の無償化でありそしてトリガーの凍結解除だと言っています。で一方で私が あの,時の立憲あの,時の民主党政権のようにまあ少なくとも2年半ぐらいかけてそういった政権のマニフェストを作ったわけですが今回、なぜしていないのかということで言うと実は2009年の民主党政権とは全く環境が違うからなんですね1つは参議院があの時はもうすでに政権交代が起きていた参議院で民主党が多数でした。 衆議院で政権を取ったっていうことはもう完全なる権力を作ることができたわけですね。でもこれからの衆議院選挙で仮に我々が多数を取って政権を担っても参議院では圧倒的に少数です。そうすると通過させられる法案っていうのはもうごく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 おそらく限られたことになるというふうに考えなきゃいけない。でその時にあれもやりますこれもやりますっていうような。 まあ打ち出し方は、むしろそれは信頼されないというふうに思っているのは現実をよく見た上で、私たちの方向性は訴えるけれども、やれることっていうのは本当に絞らなきゃいけないということがまず一つですね、うんその、その思いで今は非常に政策を絞ってお話をしているということ、そしてまあ政権交代が起きれば、ほぼ15年ぶりぐらいの話です、うん。うん あの、政権を当時になっていた元総理、元大臣、元副大臣、政務官もいますが、それでもやはり新人がだいぶ受かってきてますし、かつ政権を取るとなれば、ここからさらに100人ぐらいの新人が国会に新しく上がってくるということになるとですね、何でもかんでも新しいことをやりますというのは、それはやはり政治体力上無責任で、 国民の皆様に対して、まずは継続するものは継続しますと。何でもかんでもひっくり返すっていうことじゃありません。むしろ、経済だとか、安全保障だとか、肝になるところは、まずは継続からスタートをして、しかし変えるべきものは必ず変えていきますというぐらいにして、まあ政権を始めなきゃいけないと思ってますので、まあそういう意味で、あの、私は国民の皆さんに、あの、いきなりものすごく大きな 変革を行えるというふうに考えるよりも、政権交代そのものが大きいことだし、その中で着実に自民党ではない政権のその速度を上げていくということが大事であって、最初から120キロ、150キロで飛ばしちゃいけないということは、僕はお伝えはしたいですね。なるほど、はいあ。なるほどねね、うん、僕は思うにやっぱり、ねうん あの安倍政権第二次安倍政権ですね、うん、あれ以来日本の政治がね相当狂っちゃったと思いますねうん、うん、で例えばそのねあのー、典型的な話がまあ内閣人事局ですよねうん、うん、あれもねまあなんていうかな橋留政権以来ね、えー、ずっと来てですねまあ非常にねあのー、政治がねその官僚制度をうまくね、うん、やらなければいけないということでうん、うん、自民党政権ずっとねそういう気持ちだったんですよです、ね、ところが あのー、安倍政権でね、なんていうかな、まあ、悪用みたいな形になっちゃったやつ。まあちょっと行き過ぎた人任局なっちゃう、ねうん、ですよね。その意味で、ね今ね、泉さんがおっしゃったね、やっぱり継続すべきものはやっぱり継続するということで、うんうん、それやっぱりね、非常に大事なお話だったと思うんですよね。そここのところで まあ官僚と政治の話というのはう古くからのね、うん、あれなんで,ですね、うん、そこのところはねあのまさに今のお話で、非常にね、うん、納得、僕なりにできました、うん。ありがとうございますというようなことで、本日はですねちょっとねなかなかヒートアップするところもありましたけどもえ立憲民主党の代表の泉健太さんをお迎えして、政権、こうやって取りに行くんだというですねそういうお話を聞きままししたた今日はどどううううももあありりががととごござざいいました。